こんにちは、ドウンですということでね、いつもよろしくお願いします。今日はね、西宮恵比寿さんっていう恵比寿様恵比寿様恵比寿様です。はい、恵比寿狼様の本社、まあ要は大本神社みたいな、まあなんていうんですかね、まあまあ総本宮総本社に来ております。ちなみに恵比寿様の総本社はこちらの西宮恵比寿さんと、もう一個島根の方に美保神社っていうのがあるんですけど、その美保神社さんが、まあ、一応総本社って言われておりますというところで、そのまた別途ね、奈良の桜井の方に大宮神社っていうのがあるんですけど、大物主さんを祀られている大国主さんの、まあ、先御霊、分け御霊というか、まあ、なんかあるんですよ正式なのは調べてください、はい、というところで、出雲大社にそのなんか丸い玉川つって波があって、こう川で大国安がやってるやつがあるんですけど、そのモニュメント の, 丸い玉みたいなのがお祭りされている 大物主さんのがいらっしゃいまして、その大宮神社の近くに、僕も知らなかったんですけど、先日ねお参りにさせていただいたら、そこが元祖の恵比寿様っていう、その恵比寿様がまあ本当にもう大元ですよ、発祥ですよっていうところもあったりとかするので、なんていうんですかね、まあ、その弁財天様で言えば日本三大弁財天、江ノ島神社、厳島神社で、もう一個竹生島神社って琵琶湖にあるんですけど、それが日本三大弁財天で、プラス2つ、金華山っていう石巻の方、宮城の方にある金華山と、あと吉野にある天川大弁財天社っていうのも合わせて五大弁財天なんですよ。ただその中に入ってこないけど、弁財天様っていう、まあ、一木島姫と同一神なので、がご降臨されたところは宗像三女神で、宗像大社の中にある高宮西城っていうところがあったりとかするので、そのなんだろう、総本社と元祖はまた別だったりとかしますんで、まあ、その辺はね、なんかまあ、神社にお参りに行きまくっていると、だんだん遊び方がディープになってくるんで、遊び方って言うなって話だけど、そう参拝させていただくといろいろと詳しくなっていくので、まあ、その辺をね楽しみながらお参りしていただくといいかなと思いながら、はい、話しておりますということで、まあ、今回ね動画で話したかったことなんですけど、久しぶりに結構追い詰められてまして、すいません、まあ、追い詰められてる感が出てるかわかんないけど、いや、まずね久しぶりにマジで、あ、やべえ、お金資金繰りまずいぞっていうのが来まして、いやでね、そんな中でちょっと先日山中湖にジェット行った時に、三脚を、まあ、その自撮り棒ですね、モバイル、まあ、自撮り棒と三脚一緒になってたのでをなくしたりとか、あとはその充電ケーブルと充電のタップをなくしたりとか、まあ、結構なんか仕事で使うものを全開でなくして、なおかつなんかその、まあ、お金がないっていうと、お金がないくなっちゃうんで、僕はその言葉を尊んでるんで使わないようにしてるんですけど、まあまあちょっとお金がやばいぞっていう時に限ってなくしてしまったんで、まあしょうがないから、ね、充電できないと仕事にならないどころか、普段の生活もできないぐらいの、まあだから iPhone ってすごいっすよね、今だって飛行機のエアチケットからホテルの宿泊予約から、はたまた僕で言えば仕事の連絡プラス、まあ相手がそのなんだろう、日本人ではないのでってなると Google 翻訳を使ってとか、あとはじゃあね、仕事のやり取り LINE したりチャットワークしたりとかいうように、まあ、その使いまくってるわけですよ。だからもう1日の稼働時間が、まあ、その YouTube でそのソルフェジオ音楽聴いたりとか、あとはその学び、まあ、耳学したりとか、あと音楽聴いたりとか、まあなんかいろいろな使ってると、まあ、12時間とか、ひどい時なんか十何時間使ったりとかするんで、そんな iPhone がなんかね充電なくなっちゃうと困るじゃないですか。っていうので、まあ、その速攻で、次の日に買いに行ったんですけど、移動して意外とね、でもなんかそのアップデートしたおかげか iPhone ちゃんの充電が持つ時間が伸びてきてるので、まあ、その夜に気づいて、あ、やべえ、ケーブルないみたいな、ケーブルどころかなんか俺の仕事道具一式なくなったと思って、でなくなったな、この辺置いてたとか覚えてたんで、その一緒に行った友達にこれこれどうあるかちょっと調べてくんないっつって、で次の日にないって、でないって聞く前にもう新しいの買っちゃってたんでいいんだけど、ああもう自分の中でこれはもう人生の転換期だなみたいな、でも波動が変わったっていうのに気づいた時なんですよ。
何度目かなんですけどね、詳しくは今までもここ、まあ、正直福岡で結構資金ショートして台湾に逃げた時みたく逃げたんだこいつって感じだけどぐらい の, 4年ぶりのなんか結構でかい試練がやってきてるんですけども、そのね他のなんか今まで乗り越えてきた試練とかそのまあ今までのなんか経験からそのこれ見てくださってる方がまあなんか学びになりそうだなって思うような動画に関してはバンコクの方でちょっと拠点を築きますんで、というかもう不動産の契約行きますんで、まあまあそのなんていうんですかね、まあその取れる環境ができ次第一個一個話しながらまあお伝えしていこうかなと思います。ということで今日新規でね、今朝までオニキスのドッグタグをつけたんですけど、まあちょっとお金稼がなきゃっていうのがあるんでお金引っ張ってみたいなので、僕本当パワーストーンと共に生きて歩んでますんで、ちょっとタイガーアイっていうのはなんかザ・ベーシックって結構誰でも知ってるようなドッグタグに変えてみました。オニキスはねオニキスで僕めちゃめちゃ好きなんですよ。ただそのなんか朝数珠とかをいつも毎朝ね今日どの子で行くかなみたいなので、まあ、ゴールドリッチルとか分かりやすいじゃないですか。でその隣のこのオニキスとハイパーシーンって言うんですけど、オニキスが、まあ、万能な守り神みたいな、でゴールドリッチルがまあ万能に全体的に全体も運とか全体的なパフォーマンスを上げてくれて、ハイパーシーンがまあ自分を導いてくれるっていうしてあったりとかするんですけど、プラスまあ僕の場合だと今この子をつけてまして、この子がねアズライトマラカイトって結構珍しい石なんですけど、一回落としちゃってちょっと壊れかけて直してもらってちょっとポリッシュしてくれたんですよ、うちのパートナーが。そう、それまではねまた別の石つけてたんですけどっていうように大事なねタンザナイトじゃんちゃんとね、そうそう霊性を高めてくれるっていう石があったりとかするんで、まあ、その石の処方箋っていうのは本があるんですけど、ユージさんって僕はそのホロスコープとか星読みとかっていうその人生の大きな流れを気になった時に巡り合いまして、その本読んであそういうの素晴らしいなと思って、そこからまたねホロスコープの鑑定してもらったりとかしたんですけど、それはユージさんにはではないけどまた別の人に鑑定していただきまして、で中でそのまあそのユージさん自体が出されている本で石の処方箋っていう本がありまして、その本を読んですごいしっくりきたのが、その僕は当たり前にやってるんですよ。だから今日はこの石で行こうみたいな、一応ね僕も腕2本なのでさすがになんかつけすぎるとどうなんだこれはってなるじゃないですか。たまにね右側にグリーンファントムちゃんとかヒマラヤ水晶ちゃんとかつけたりとかしますけど、ちょっと今日移動日だったりとかその右手結構使うことが多いんで当たるのも嫌だしみたいなので、その日その日とかあとそのタイミングそのタイミングで付け替えたりとかはしております、はい、だから僕はゴールドリッチルつけるとね本当なんかいい意味で言うとエネルギッシュでパワフルになるけど、働きすぎちゃったりとかするんで、そのガーンって頑張ってパタキューってパタキューになるとまた復活するのちょっと時間かかるんで、意図的にちょっとゴールドリッチルを使う時とあとねゴールドリッチルつけてるとねなんかエネルギッシュになりすぎてちょっと喧嘩っ早くなったりとかするんで、そうだからねあまりよろしくないというか、まあ、その使い勝手というのは ブーストみたいなレッドブルみたいなもんなんで、例えがいいか分かんないけどモンスターエナジーレッドブルみたいなもんなんで、そのずっとドーピングみたいに使ってるとマジでめちゃめちゃいろんなことがいい意味で進んでいくんだけど体がついていかなくなるんで、そこのドリチュルとの付き合い方は結構大切だったね僕はって思っております。やってみれば分かるぐらいパワーストーンでパワーを秘めているので、まあ、実際僕がそのパワーストーン その体験した時に一時期置き石を、まあ、そのヤフオクとかで買って置いた時期があるんですよ。ちょっとなんだろうマンスリーマンション借りた時で、で中でその軒並みなんかすっげえやべえ石でそうだからなんかねなんかもうねその時の波動が自分が低すぎて悪すぎて、だから本当なんかもう風呂入んのも嫌でめんどくさすぎて寝込むみたいなとか、まあ、結構そういうなんか僕はエネルギーに敏感なので、まあ、その石全部は自然に返してあるんですけど、そう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 、だからその超いい石も知ってれば超悪い石も知ってるんで、そんな中で今の自分に一番ぴったり来る石を、まあ、その朝毎朝その起きて、まあ、その
塩入れたお風呂に入って身を清め、まあ、ある時は日本酒ね、お下がりで神棚に祀った日本酒バーって入れて、ワンカップとかペって入れて、まあ、身も清め、まあ、体も、まあ、身を清めて、身も心も清めて、そこからちょっとね、なんだろう、防水ケース、そう、山中湖にジェット行ったからさ、防水ケースつけたんだけど、重いんだよ、めちゃくちゃ重いんですよ。でも大丈夫、もう新しいの買ってるから。そうそれ受け取りに、だから僕の中でそのホテルとかその移動生活してて、そのチェックポイントがあるんですよ、よく行くホテルみたいな。その定住っていうか、定宿っていうんですかね、定宿っていうんですけど、そのよく行くホテルに荷物を送ってるんで、そこにピックアップしてみたいなのがあるんですよ、自分のプランが。ただその定宿もなんかそのちょこちょこ変わるんですよ。今まで超定宿だったけど、なんか波動が変わると、あ、ここじゃねえなみたいなのとかあったりとか、じゃあここじゃねえなって時って大体ステージチェンジしてるので、その今までしっくりきったものがしっくり来なくなるっていうのがステージチェンジの兆しだったりとかするので、ぜひ、まあ、ね、参考になればいいんじゃないかなと思っております。ということで、ちょっとなんか僕の腕がでもジェットでね、トリックスっていうそのシードゥ のパンパン跳ねるやつで遊んで、腕パンパンで、あと日焼けもなんかもうがっつり焼けて、もう向けと、もうなんかすでに向けたみたいな感じなんですけど、サウナ入ったらなんかめっちゃ向けるぞっていうところでね、まあ日々楽しく生きてるわけですが、そのなんだろう、僕はね、アファメーションっていう言葉とかってまあよく聞かれると思うんですけど、確かに毎朝その最高の一日を送れるようにみたいなのをまあ願掛けしてるんですよね。願掛けっていうか、まあ最高の一日をありがとうございましたで締めて、まあその一日終わるじゃないですか。まあ大体飲む前とか、ホテル帰った時のご飯食べて飲む前とかにそれをやるんですけど、夕飯って言って夕方のお勤めで朝起きました、で身を清め、まだシャワーの日もあれば、まあお風呂入って日本酒入れたり、まあ塩入れたりしてちょっとね、今まで使った久高の塩が、まあなんだろう、量の割に高いので、まあ、なんかアンミカさんおすすめみたいなのでなんか買ったんですけど、いや、めちゃめちゃ浄化能力高いんだけど、これね、収入が違いすぎるんで、さすがになんかもうなんか、もうこれはちょっと節約しないといけんぞって思って、ちょっと久しぶりにエプソムソルトを今日買ったんですけど、そうそう、なんかイロハの宇宙とかありまして、ジャンルが。で、なんかエプソムソルトがよくなんか話に出てきたから、久しぶりに使い変えてみようかなみたいな。今までは、久高島の満月の日に採取した、まあ本当なんかそのめちゃくちゃ浄化される塩を使ってたんですけど、それ高いんで、そう、配送料込みで3000円ぐらいかかるから、で、その3000円で買ったのが1、2週間で消えていくんで、僕の場合。飲み物にちょっとパッパって入れたりとかするんで、だからエプサンソルトちょっとね、それができないんで、パッパって入れたりとかできないから、ちょっと使い替えようかなみたいなので、ちょっと久しぶりにエプサンソルト買ったんですけど、バンコクの物件ね、珍しくお風呂があるんで、バンコクってやっぱ暑い国なんで、お風呂がない場合もあるんですよ。なんでシャワー飲むとかっていうのもあるんですけど、うちの新しい物件はちゃんとお風呂があるんで、まあ要は朝のルーチンですよね。朝起きて、寝ぼのぼってしながら、そのなんか、僕なりに気になった YouTube の動画を見るというか、つけながら、まあ、だいたいイヤホン突っ込んで耳に、で、聞きながら歯磨きビエーっとして、で、その後に、まあ、お風呂ピーって入れながら、イヤホンピピって外して、塩バーって入れて、入って、日本酒あるでペって入れて、で、入って、そう、あーっつって、身も心も清め、よしみたいなので、拭いて、服着替えるじゃないですか。で、服着替えた後に、大体ファーストを選ぶんですよ。今日はどれかなみたいな、あ、これかな、この子、この子とこの子とこの子みたいな、訴えかけてくるんで、その子たちをつけて、で、スタートみたいな。で、大体タンザナイトちゃんはもうメインメンバーというか、もうこの子はもうスタメンなので、この子以外のね、いや、ペンダントトップつけようとすると、ことごとくいなくなることを学習しましたんで、マジで。ちょっといいなと思って浮気するとね、例えばパイライトウィンクオーチちゃんとか、あとはインカローズちゃんとか、ちょっとなんか僕も愛が欲しいですとか思ってインカローズ買ったりとかしたんだけど、両方ともなくなってったからもう学習した、いらない、買っちゃダメだ。タンザナイトいい石だし、結構いい値段するんでね、この子で、いい働きするんで、確かになんか人が見えないものを見せてくれたりとか、なんていうの、人が感じないものを見せてくれたりとかするので、
まあ、今回の本題の話になっていくんですけど、その、まあ、今回ねその資金繰りがっていうところで破綻してた人に断られたわけですよ。なんか断られた時に僕の一言の気持ち、お前お金出さないんやったらお前と付き合う価値ないやん、あ今までありがとうございましたお疲れ様でしたって自然と指が動いてて、はいバイバイっつって LINE ブロックして、ブロックした挙句 LINE の削除ってあるじゃないですか、ブロックした時から削除、もうだから二度と戻ってこれない状態にしたみたいな。でその人とその人の周りにいる人全部ブロックして削除したんで、あの僕に連絡取りたくても連絡できないっていう状態なんですけど、彼は多分連絡したいと思わないと思うんで、あの僕が人切る時って結構なんて言うんだろう、分かりやすくそこまでやるので、で実際ステージチェンジだなって思ったのが、その今回資金繰りを、まあ、その資金提供をお願いする予定だった人だけではなくて、まあ、それこそ名付け親の和尚であったりとか、あとはそのうちのね、あのまあその今回山中湖に一緒に行った友達っていうのかな、まあ、友達は友達かみたいな感じの人とかっていう、まあ、腐れんちゃ腐れんみたいな、まあ、3年ぶりぐらいにあったんですけど、やっぱこいつ変わってねえなみたいな思って、最終的になんかそいつが雇った女の子たちが2人いたんですけど、撮影とかなんとかで、なんかすげえ当たってて、でいやこいつマジねえなと思ってて、で帰り際になんかそれを送ってくれた奥さんに話した、奥さんもなんか理解してくれる感じじゃなかったんで、あもういいやと思ってバイバイお疲れ様って本人たちには言わないですよ。なんで、まあ、預けたスノーボードを返していただいて、着払いでいいから返してっつって、その荷物と一緒に返してっつったら、その僕の荷物はなかったよって言われたから、あそうなんだねっつって、でスノボどうする、送り返すって言われたらお願いしますって話をして、送り返してもらったんです。だから完全に縁を断ち切ったっていう。そうなので、あの何ですかね、だから違和感に気づくのがタンザナイトちゃんはすごい、だからなんかなんて言うんだろう、転ばぬ先の杖というか、なんで、あの例えばじゃあなんでその名付け親の和尚を切ったのかって言ったら、名付け親の和尚ですよなかなか名付け親の和尚を切るやついないと思うよ、坊さんで。あのでもその縁切ったのは、そのなんだろう、いや気になったのが、まあ、うちのなんか今ね、すごい仕事でお世話になってる人に、その俺に言ってくれたらここのお店テンパー売り上げのテンパーぐらいで出店できるのに、なんでわざわざ店借りんのって言われて、あマジっすかみたいな話で、でその話をしたら、その和尚に言われたのが、いや俺だったら貸さないしお金もらうよみたいな話をされて、ではそのなんだろう、それなりにお金出してもらうみたいな話をされたりとか、あとはね、まあ、その最後帰り際に次来るときはその売り上げ上げておいでみたいな、数字上げてから来てくれみたいなことを言われて、あとそれが葉っぱになって動き出したってことはあるんだけど、あこいつマジで坊さんだけど坊さんじゃねえなと思って、要はそのなんだろう、お坊さんって誰でも彼でも受け入れるというか、まあ、来る者拒まず去る者追わずっていう、うちのそのなんか お兄ちゃん弟子がいるんですよ、同じ真言宗の小屋でも、あのいろんな坊さんいますんで、で中でうちのお兄ちゃん弟子とかは本当去る者は追わず、だから来る者拒まず去る者追わずっていうので、いろんな方も本当に相談乗られてて、まあ、金額もほぼ決めてないんですけど、一応なんかあの0円とか200円100円とかちょっときついんで、一応なんか3000円とかっていうのは最低限決めてるんですよ。で僕はその方紹介してもらうときに、最低でも5000円払ってあげてねって言われて紹介されてるんで、毎回5000円は払うんですけど、5000円以上の方は本当なんか東京で多分同じようなの受けたら5万円とか、私は多分50万円ぐらいの価値があるような、あの相談内容だったりとかするので、その方に相談して、ではそれぐらいのなんか相談の価値があるんですよ。だから僕と違ってその方は霊能力とかあったりとかするので、除霊もできれば霊視もできるし、そうだ徹底的にまあやっぱ真言密教をまあ学んでちゃんと体現されているので、まあ、その前から元からね、なんかお化けと話せたとか、それなんか得意体質ではあるんですけど、そうそう、で中で僕は霊感はあるけど霊能力はないので、だからその除霊してほしいとか、なんかその霊視してほしいっていう人は、あのうちのお兄ちゃんで紹介しますので、はい、あのそこ行っていただければと思います。はい、というところで、その代わり僕は 霊感が強いというか、その霊感が強いのを、まあ、人並み以上に多分なんかその、まあ、だからそれがエンパスっていう体質っていうのも、なんかその霊視ができる人に話を聞いて、あそういう体質なんですね僕はみたいな、だから人混みに言うとすぐ疲れちゃう、疲れちゃうって疲れちゃうからさ自分ね、っていうのが、その要はなんか
いろんな浮遊霊とかいっぱいいるんで、いろんなあの人がいっぱいいるとかいるとってなった時に、それから守ってくれるのがオニキスとかいうわけですよ。なんでオニキスはまあずっとね、あのドッグタグでつけたんですけど、いかんせん分かりづらい別に黒着てるからとかじゃなくて、オニキスって真っ黒黒なんで、それが僕はすげえ好きなんですけど、やっぱなんかそのドッグタグをね扱ってる人間として、相手にパッと見て分かってもらわないと商売にならないってことを気づいて、そういうふうなのを気づきをくれるのは、こういうふうになんかそのじゃあ恵比寿さんだったら商売繁盛の神様とかじゃないですかっていうように神社参拝させていただいてるタイミングタイミングタイミングで、本当神様からもう降りてくるように、アドバイスが降ってくるように、湧いてくるように出てくるっていうのは、本当神社仏閣に巡らせていただいてるご利益じゃないかなと。でじゃあさっきのじゃあもう一人あの和尚に関してはそんな感じです。でもなんか僕の中でもこいつとも関係ねえかなみたいな、一応なんかバーベキューしたいですねみたいな話はしてあったんだけど、なんかもう社交辞令じゃないけど、まあなんか実際やりたいなとは思ってたんだけど、まあ、こいつとバーベキューしてもなんか楽しそうじゃないし、楽しくないからもういいや、二度と会う気はねえやって思ったんで切ったんですけど、大体僕切るときって二度と会う気はないっていう、あの分かりやすい意思表示なんで、そうだ、僕に切られた方はもうだからもうご理解いただいてると思うし、その僕はもう躊躇なく切るんで、あの付き合いが長ければ長い人これ分かってると思うんですよ、僕 の、 あの性格をね。で見てくれてる人いれば、まあ、分かると思うんですけど、僕はあの嫁子供さえも自分の修行のためであれば、あの断ち切るあのブッダみたいな人間なんで、そういう人ブッダだってね、あのラーフだって名前をつけてさっさと出品もずラーフだって、まあ、あれだよ、修行の邪魔するやつみたいな意味なんですよ、ラーフだってっていう名前をつけるぐらいだいぶぶっ飛んでる方があのブッダっていうあの仏教の階層なんですけど、はい、なのであの僕はね大乗仏教というか本当の仏教の本流を学んで地で生きてるタイプなので、だから空海さんとかすごく理解できるし、その空海さんがね本当にいろんな仏教でいろんなね、まあじゃあミャンマーとかいろんなところで、タイとかミャンマーとか本ちゃんの国ですよ。でもその本ちゃんの国の人たちと話したとしても納得されるんですよ。だから見た目これでも、あこの人ちゃんとお坊さんなんだっていう納得されるんで、あそうですねっていうところなんですけど、っていうところで、まあ、人を見抜くのがねお坊さんの力というかお坊さんの仕事みたいなもんなので、っていうところで、それをなんか助けてくれる僕のまあ本当最強の相棒なんですけど、あこれだから売らないです、ハンザナイトは絶対売ったらなんかね嫌だもん、売ったりなくしたらなんかねいろんなことがなんかやばくなりそうだから嫌なんだぐらい、ファーストに依存してるわけではないけど、僕はファーストと共に歩んでいるので、って中でね、じゃあなんで昨日もパンパンで切ったのかっていう、そのじゃあ頭を下げてでもなんかお金を借りに行かなかったのかっていうと、こいつに頭下げたら奴隷みたいに扱われるって話を昔から聞いてたんで、別の人から借りた人間からその人はだから借りないようにしてたんだけど、ついに最終的に借りたっていう人がいて、昔のパートナーなんですけど、って中でその前回そのじゃあ資金提供しても、まあ、あんま詳しく言うとね、あの誰かバレちゃうんで、そうあんま言うとなんか恨まれても嫌ですし、一応なんか言うと、そうなんか前回会った時になんかあーみたいな、そこが知れたなっていう発言をしたんですよ、その人自体が。例えばなんかその仕事がうまくいってないだったりとか、あとはそのなんかなんだろう、女ともうまくいってないみたいな話とかもしてたのかな。そうあこの人意外と男なんだなみたいな、なんか周りの人から聞いてたら、そのなんだろう、嫁大好きっ子で、そういうなんか愛人作ったり他で女作ったりしないみたいな話を聞いたんだけど、意外と男だったっていうところを知って、だからそのなんか女関係揉めてるし、揉めてるというかうまくいってないし、仕事は揉めてるかなんかでうまくいってないし、だから落ち目じゃないですか、言い方悪いけど。でもう一人のじゃあね、今回その言い方悪いけど、そのじゃあスノボを繰り返してもらった人もなんかもうダウンサイジングしていかなきゃなみたいな話してるってことは落ち目なんですよ、言い方悪いけど。でも彼らはプライドがあるから、自分が落ち目なんて絶対一言も言わないんですよ、って中で、あ僕の中でも秒でわかるわけですよ、あ落ち目なんだなみたいな。で要は波動が下がってる、要はその運気が下がってるってことは、僕は今波動が上がってってる途中なんで、上がってってるんで、だからその変化が生まれるわけですよ。例えばその日本で店舗を構えようと思ってたけどとか、日本でね、なんだろう、家兼事務所を借りようと思ってたけど、そうじゃないんだよみたいな導きの上で、バンコクの物件なんてもなんかさ、ワークパーミットっていう働く証明書みたいなのがあるんですよ。そのなんか
ビザみたいなのあるんですけど、その駐在員の人とかだったらワークパーミット会社が出してくれるんで、あのなんて言うんだろう、まあ、当たり前に出るみたいなもんだったりとかするんですけど、あとはその現地採用の人だったら現地採用でワークパーミット出るし、だから僕みたいに独立して自分で事業やってる人って自分で会社立てて自分でワークパーミット出したりっていうのが、まあ、一応なんかそのワークパーミットのものなんですけど、そのワークパーミットがないと貸さないよっていうオーナーもいたりとかするって話を聞いてて、で、あ、じゃ あの貸してくれたら貸してくれたらラッキーだしありがたいし、借りれないなら借りれないでまた別の物件探せばいいし、もしねこれで全部ダメであれば別に借りる必要がないしって思ってたら、その物件の間に行ってこの部屋にしたいですって秒で決めた時に、あのでもワークパーミットの件とかあるじゃないですかって言ったら、いやもうオーナーさんにそのどういう人間だ、僕がどういう事業パワーストーン の, その、まあ、企画販売事業っていうんですかねをやっていて、でタイにパートナーがいて、そのタイのパートナーはいつからお店をやってて、で日本のパートナーはこういう人でっていうのを全部伝えてたんですよ、僕はその不動産屋さんに。ってなった時にそれを多分伝えてくださったみたいで、まあ、なんかあれあの10日ぐらいちょっと待ってくださいみたいな、入居あの清掃とか中の清掃とかいろいろ手続きがあるんでって言われて、あれと思って、もしかして僕借りれるんですかって言って、あ大丈夫ですよってオーナーさんにも話通してあるんでって、あそうなんだ、ワークパーミットなくて通るんだみたいなそうなので、あの一回ね撤去されたお堂、まあちょっと一時期ね千駄ヶ谷原宿裏原のちょっと先のまあなんかエリアに、あの昔のパートナーっていうか前のパートナーの事務所がありまして、そこにまあ、そのお札とか祀って僕のお堂化な、お堂化っていうか僕のっていうとあれだけどお堂化してたんですけど、それがねちょっとある事件があって、 ある事件っていうかある出来事があってアクシデントがあって、まあ、撤去されたわけですよ強制的に。でそこで祀ってたお札とかを全部一回あの明治神宮であのお札入れがあるんで、古いお札、古い小札って書いて、あのそこに全部返して、その日に僕飛行機で福岡行かなきゃいけなかったから持ってくに持ってけないしみたいな、でそいつもなんか送ってくれる感じでもなかったし、なんか心機一転だなと思って、だから持てる範囲で行こうと思って、そうだからお札をガッて減らして、でまあそのまあ何て言うんですかね、お堂内生活を続けたんですけど、もともと僕自体千日開放業って千日間旅してる時とかお堂なんてなければ、まあ、そもそも2019年ぐらいから家ないんで、そう一回実家帰ったけど、実家から出るとき2020年1月27日から1000日間旅をして、導かれるように旅をし修行し修行させていただき、で今に至るので、今回本当だから2019年で台湾に借りてた物件以来っていうのかな、僕が借りてたわけじゃないので、台湾の物件ってそのオーナーさんも日本人、借り主も日本人だけど、お二人ともあの節税目的で借りてるので、あ、まあ、節税目的で買った人と節税目的で借りてる人がいて、二人とも台湾住んでないから、その空いてる物件があるみたいなので、そのご紹介いただいて、でその紹介くれた人も僕が二十歳の時に彼が18とかで、まあ、その付き合いがあってっていう付き合いがある中での長、まあそのね、今までの付き合いっていうところもあるんですけど、で中でね、その頃に付き合ってた友達と昨日久しぶりに話したら、あそういうきっかけで出会ったんだねみたいなのがあってっていう、まあ繋がってるわけですよ、僕の人生で言えば、あの時に付き合ってた人がこういう状況になって帰ってくるのかみたいな因果応報じゃないですけど、で中でそので繋がる縁っていうのは切ったとしても繋がる、自然と、で繋がらない人とは繋がらないので、実際じゃあ今回資金提供の人も9月に会おうって話をしてたんだけど、いやそのいろいろとちょっと別件で忙しくなって日程ちょっと待ってって言われて、あこの人となんかもう波動合わないし流れ違うんだなと思ってたら、まあその昨日いきなり降ってきて、俺もなんかいきなり降ってきた、いきなり資金提供の件で LINE で連絡すると思わなかったんですよ。いやー、アマテラスの御神様パワーというか、昨日伊勢神宮いたんで伊勢神宮を参りして、その西宮恵比寿さんに、まあ、本日お参りに来たかったから、その来るために移動してる間の車中っていうんですかね、電車の車中で連絡したんですけど、もうそのバリバリ切りましたからね、うわーみたいな、まずその人切る、あその人切るっていうか、その人に連絡する、でホテル着いて返信あります、あで切りますみたいな、でおしょそのなんかもう流れでおしょうも切りますみたいな感じで、まあなんだろうな、多分
僕が僕で僕じゃないよなっていうか、そういう時って多分神さんが降りてきてるのか、その御霊が僕のなんか潜在意識の中にあったものが表出して顕在意識として勝手に体を動かしてるのか分かんないんですけど、そうなんだろうな。でもなんかそこに対する後悔の念はないんですよ、やっぱりねっていう感じなんですよ。だからそうそう、だからさっき話したように、その彼らもサイン出してるわけじゃないですか。どんなサインだったかはなんかあのババって話したんで、巻き戻していただくなりなんなりして、その見ていただければ分かるんですけど、今回ね、まあまあ付き合いで言えば深かった3人、まあ1人は資金提供をもとに付き合ってただけなんで言い方悪いけど、だってお前金以外の魅力ねえじゃん、言い方悪いけど、これ見た時にイラッとされても、だってそれ本音だもん俺の、だし周りの人もそう思ってるよ言い方悪いけど聞いてみ僕からお金なくなっても付き合ってくれますかって言ったら、みんな嫌ですって言うよ、嫌ですって。それを受け止めてからがスタートだからさ、コーチャブルに受け取っていただければと思いますねっていうところで、まあまああんまり詳しく言うとどこで出会ったのかバレちゃ う嫌なんですよね。なんか手よくなんかその使うやつとかっていう、そのなんか別にいいんですよ、あなたの信念があればいいんですけど、信念じゃなくみたいなのあるんですよ。あんま言うとなんか愚痴になるんでやめましょう。チッてチッてクチッてっていうところでね、やっぱね神さんは見てらっしゃるんで分かりやすくおみくじで、てか僕多分西宮恵比寿さんのおみくじ引いたの初だと思うんですけど、もう分かりやすく書いてました。人も冬枯れの草木のように耐え忍ばなければならない時期もあるが、心を正しく行いを慎み力を充実させれば春が来て元の青葉になり花が咲くように再び栄えるであろうって。マジかみたいな。一応ね、僕こう見えて会社やってたこともあれば、まあ、年商1億ぐらいは行ってた時期もあるんで、結構なんかお金バンバン使ってた時期もあるんですけどバンバン使ってるのは今もあんま変わんないかもしれないけどそう、なんて言ったの。なので事業やってると浮き沈みがあるわけですよ。浮き沈みを減らしたいから事業を多角化して、そのね、一事業だとこう浮き沈みあるけど、こっちが落ちてもこっちで補填できるみたいなことがやったりとかするんですよ。だから不動産で言えば売買やって仲介やってみたいな、で管理やって日銭を稼ぐ事業を持ってて、で不動産売買と、あとは自分自体が不動産売買できるとか不動産投資まで行っちゃう人もいるんで、なると、まあ、不動産の最強ビジネスモデルだったりとかするんですけど、実際そういう風にね、だから楽天さんだってそうじゃないですか。楽天市場から始まって楽天証券行ってみたいな、楽天銀行行ってみたいな、まあ、順番違うかもしれないけど、で中で楽天モバイル来てだいぶやばい感じになったんですけど、何をしたいのかって言ったら、三谷さん的には自分の楽天グループでお客さんを周遊させる、回遊させることで、さ、お客さんがいろんなところでお金を落としてってくれるからさ、ってなるといろんなところからお金を回収できるわけじゃんっていう仕組みを作ってたりとかするんだよね。だからヤフーの孫正義さんだってそうじゃん。そういう風に事業を高く化して大きくしていって、その安定化を図っていくっていうのが、まあ、その事業家のやるべきことなんですけど、そうそう。で、なんかでね、でも最初からそんな資金力あるわけじゃないしさ、そのエンジェル投資家がいれば別だけど、で、なんかで僕みたいななんかね、本当まあ零細企業にも慣れてないまだちっちゃな本当なんかバーストン屋さんみたいなところでやってる人間がするとね。まあまあそのなんか日々一喜一憂しながら、本当なんか小舟ではないけど、なんかルフィ、ワンピースのルフィで言えば本当に樽の中に入って海に飛び込まなきゃいけない時もあるわけですよっていう状況が来たので、だから本当小舟でね、本当頑張って風を読みながら来たけど、ああだいぶまたなんか試練がやってきたなっていうところで、まあ書いてます。商売売買したいねつって、病気並びが世界に治るよ、病気、アトピーもだいぶ良くなってきたんだけど、災難、思わぬ疑いを受けることがあるが、神に祈ればやがてなる、思わぬ疑いがわからんな、まあ、この肉汁に当たる人は身を慎む時を待つのが良いでしょう、急いで物事を計画してはなりませんってことなんで、まあ着実に行きましょうねっていうところですね。西宮恵比寿さんからの素晴らしいアドバイスをいただきましたということで、今回ねお札買おうと思ったんですけど、でかいお札がうちのなんていうんだろう、まあ別の動画でルームツアーみたいな、新居ルームツアーのなんかあるじゃないですか、 YouTuber っぽいでしょそれ。僕別に YouTuber じゃないけどさ、ルームツアーやりますんで、そこにね祭りたかったんですけど、ちょっとこのサイズでかすぎるなみたいな、どうなんだろうと思って、でちっちゃいお札買おうと思ったら、ちっちゃいお札もなんかしっくりこなくて、ち
っとあるものを買ってみたんで、こちらはまあ 100% お祭りできるんで、その現代版の神棚っていうのをこれからちょっとあの新しい新居で作ろうと思ってますんで、まあ、そういうなんかね、神棚とか、あとは神様ごと、神ごととか、あとはね、まあ、仏様とか神社仏閣とかっていう、まあ、スピリチュアルなものっていうとちょっと言い方あれですけど、まあその神社仏閣が好きな方であったりとか、あとはそのスピリチュアルなものが好きな方であったりとか、はたまたね、僕が扱ってるパワーストーンだったりとかっていうのが好きな方とか、あとはね、海外移住、僕は実際今回、まあ、その3度目か台湾に移住して、その後クアラルンプールに移住していって、移住って言ってもクアラルンプール家決めてなかったんで、別に移住か微妙なところなんですけど、今回ホンチャンでバンコクで家を決め、契約をし、まあ、実際も契約書出来上がってきて、まあ、何月何日に行って契約満いてみたいな、でその時に支払いしてみたいなのが発生して、で、まあ、鍵を受け取り、正式に我が家っていうとあれだけど、我が家ができますんで、まあ、僕の中では我が家でありお堂って感じなんですよね、雰囲気で言うと。だからこれ見てくださってる方が、まあ、その僕のね YouTube だったりとか、まあ、インスタだったりとか見てくれてる方がバンコク来たい、なんかそのうちの、まあ、お堂だと思ってるんで、僕は別に見られて困るも一切ないんで、来たいって言われれば全然ウェルカムでどうぞって思いますし、なんだろう、パワーストーンとかね、まあ、興味あるけどどんなのがいいかわかんないんだったら別に相談も乗るし、とりあえずなんかライトにうちのなんかプレートつければいいんじゃないって思うんで、その辺はそうなんだろう、数珠つけたくないけどパワーストーン興味あるっていう人がいて、その方のオーダーでこの商品が出来上がってきてるんで、またね、なんて言うんだろう、ドクタグ以外も新しい形で、まあ、数珠じゃないもの、置き石とか数珠みたく、まあ、今までのパワーストーンではない形でいろいろと作品作りに励んでますので、その辺もね YouTube 動画とかインスタ通して発信してきますんで、まあ、パワーストーン興味ある方もぜひ見ていただけたらと思います。そしてね、パワーストーン使ってこんなのできないのかなみたいなのも僕募集してますんで、そういうのはね、なんかインスタの DM とかでいただけますと幸いでございます。まあバンコク来たい場合もね、その YouTube のなんか公開コメントで行きたいって言われてもさ、なんかいやどうぞとは言えるけど、なんかそれなんか詰まった話できないですか、じゃないですか、何月何日まで行くんでいつ行きたいですって言われたら、あどうぞみたいなとか、僕もねずっとバンコクにいるわけではないので、日本とバンコク行ったり来たりとか、あと一応なんかそのまだなんていうんですかね、まあ、ビザ取ってないのでビザランって言って29泊30日までは入れるんですよ。なのでマックスでも29泊して、まあ、どっか近隣諸国に抜ける、例えばシンガポール抜けたりラオス抜けたりとか、ラオスは行くか分かんないけど、ミャンマーと中国とシンガポールとクアラルンプールと、あとそう、カンボジアがねアンコールワット入れるようになったんで、カンボジア行きたいなとか、まあ、近隣諸国で行きたいところが結構あるんで、バンコクまで来ちゃうとね、もう本当なんだろう、日本からバンコクの、まあその福岡から来れば12,000、14,000、18,000円ぐらいで来れたりするんですけど、片道東京から来るとね34,000円ぐらいかかっちゃったりとかするんで、そんな中で、そうだからバンコクまで来るともう本当なんかその飛行機がむちゃくちゃ安いんで、近隣諸国までは、もう日本の国内便みたいなもんですよ。なのでそういう意味でもなんかバンコク拠点にするといろいろと生活が変わりそうだなと思いながらこの動画を撮ってますということで、小指がすげえ痛くなってきたんでぼちぼちいやなんかね、もう頑張ってこうやって持ってたんだけど、いやー自撮り棒ってすごいね、画期的商品だねあれねと思いながら、はい、大体今日話すことは話したかなって思うんで、はい、締めたいと思いますということで、マジで神社仏閣、なんか人生悩んでる方がいたら、まあそのね、パワーストーン買うのもまあ一つの手ではあるんですけど、僕はやっぱ日本に生まれたからこそ神社仏閣がね、ほんと北海道から沖縄までいろんなとこにありますし、沖縄で行っても宮古島だって宮古島神社っていうのがあるぐらい、あそこ熊野山系なんですよね。そう沖縄の波の上も熊野山系なんですけど、で中で本当なんか日本全国各地に神社がありますんで、
まあ、その家の近くの氏神様にお参りに行って、氏神様分かんなければ神社長に電話して住所言えば自分の氏神様を教えてくれますんで、その氏神様のところに行っていろいろとお祈りさせていただいて、お参りさせていただいて、自分をまず浄化し、でその浄化された状態でアドバイスを受けれる状態になった時にやっとなんか道が開けてくるっていうのが本当神道かなっていうふうに思ってるので、まあ、実際に日本全国に一度巡らせていただいた時に神主さんと話す機会何回かあったんですけど、神主さんもおっしゃってたのが、神道っていうのは仏教とかと違って経典がないので、その自分が感じてでそれを理解して学んでいく、まあ、道なんだよねみたいな、その学問というか道ですよみたいな話をされた時にすごいふっとスッと入ってきたので、ぜひ、まあ、ね、その神社に行く機会をこれを見てくれた方が増えると、まあ、より幸せな人生、豊かな人生を送れるんじゃないかなと思ったんで撮ってみましたっていうのと、あとステージチェンジの時の試練っていうのはこういうものもあるんですよというところで、まあ、いろんなものをねギュッギュッと詰め込んだんですけど、まあ、なんか気になったらまた見返してみてください。僕もちょっと今回の試練頑張って乗り越えてきますんで、まあね、今悩まれてる試練最中の人もいらっしゃるかと思いますけど、一緒に試練乗り越えていきましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、またね。